皆さんこんにちは。旭鉄鋼スマートフェイスシールドエアティナをご購入いただきありがとうございます。それでは組み立て方法について説明します。まずシールドは幅が広い方が上、幅が狭い方が下になります。シールドの両面に保護フィルムがついているので剥がしてからご使用ください。次にフレームは金具が上反りになっている方が 上面です。シールドをフレームのボタンフックにはめ込み上方向に引きます。反転させ、こちらも同様にフレームのボタンフックに引っ掛け上方向に引きます。このような状態になりましたら、シールドを下方向に回転させ、ずれ止めをフレームにはめ込みます。こちらで完成です。シールドを回転させる際に上方向に回転させるとシールドを傷つける恐れがありますので、必ず下方向に回転させてください。それでは1からしずかちゃんやってみてください。はい、完成しました。10秒以内にでき、とても簡単に組み立てられます。ご購入は旭鉄鋼ホームページからできます。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、ご購入をよろしくお願いします。